松浦鉄道 MR-600 系機動車は、松浦鉄道が保有する鉄道車両である。2007年3月18日に営業運転を開始した。愛称は、秘善ウエストライナー。松浦鉄道開業当初から使用され、老朽化が進んでいる MR-100 系、MR-200 系、MR-300 系の置き換え用として、 長崎県や佐賀県の沿線自治体や国の支援を受け、導入した車両である。一両あたりの製造費用は、約1億円。前期産形式24両を、本形式21両に置き換える予定で、2006年度から2009年度までは4両ずつ、2010年度は3両、2011年度は2両、導入されている。なお、MR-400 系。 MR-500 型は置き換え対象に含まれていない。車体は、猛火鉄道猛火14型機動車の二次車と同型で、日本車両製造で製造されている。全長18メートル、車体幅2.8メートル、車体高さ3.87メートルの普通構成で、定員は125名である。前面に貫通扉を備え、側面は前後に扉で、スライド式である。 塗装は、ライトグレーをベースに、前面の全消灯と LED 方向膜部分、貫通扉以外の層か、側面の窓周りに、MR-601MR-608 は黒、MR-609MR-616 はオ、MR-617MR-621 は赤の帯が巻かれており、側面窓周りの帯の下に、 再開の海をイメージした水色と九十九島の夕映えをイメージした大々の細体を抱かせたシンプルな塗装となっている。2009年より MR-609 は松浦鉄道沿線の観光地及び物産品をあしらったラッピングを施されている。エンジンは小松製 SA6D125HE-1 を搭載。 トルコンも同社製の KTF3335A を使用している。台車は、日車製、ボルスタレス台車の ND738ND738T が採用されている。ベースとなった、猛火14型の ND733ND733T と比べると、車輪系、固定軸挙ともに拡大され、 一般的な鉄道車両と同等のサイズになっている。電気指令式ブレーキを装備し、マスコンはワンハンドルとなっている。佐世保線に乗り入れるため ATSSK を装備している。車内は4人掛けのボックスシートを2箇所、1人掛け転換シートを4席、ロングシートを配備し、優先席部分はワインレッドのシートとなっている。貫通扉上部にデジタル運賃表示器、 運転席側面に運賃箱、後部付近に整理券発行機を設置している。その他、バリアフリーにも配慮されており、車椅子スペースの確保や車椅子上工事使用の携帯用スロープが搭載されている。西九州線全線で運用されている。当初は、伊万里佐世保間のみでの運転だったが、2007年度の増備に伴って、有田伊万里間でも運転を開始した。 2009年3月14日のダイヤ改正より JR 佐世保線、大村線に一日一往復乗り入れているが2011年3月12日のダイヤ改正より JR 佐世保線のみに短縮されている。松浦鉄道公式サイト内保有車両紹介ページよりありがとうございます。